ここはスキー場がありますので、冬はスキー場行って、夏はトマト作る、米作るっていう、そういう感じの方結構多いんですね。あ、冬場はやっぱり作れない。あ、そうです。無理ですね。でもすごい雪降りますし、ハウスもダメですね。ダメですし。10月までです。8月9月、10月までですね。一晩に50センチぐらいっていうことも珍しくないですので。そうなんですね。冬は何もできないですね、やっぱり農業は。私たちはね、株式会社なんて夢の思わなかったんですよ。そのところ、あの前村長さんですね、太郎三郎さんが、女性だけの会社を知ってられたんです。あ、うん、ね、5つの、4つあったもんですから、はい、もう5つ目はどうでも女性の会社を知ってありまして、何は何でも作れてそういう町おこしそういう町おこしのすごいですね。なるほどですね。結局ハムとかスキー場とか温泉とか道の駅を作って、まあ、皆さん地元で働けるようにっていう感じですね、なるほど。そういう感じで、まあ、村長さんが作っていただいた。それは私たちも農家の支部でしたので、何も経験ありません。経営とか。これをやれって言ったらどうしようしらんと思いましたけど、とにかく村長がやれって言われましたので、まあ、旦那さんたちにやっていただいて、手伝っていただきます。いろいろと相談かけたらやってみようってこと。そう、売れなかったこともありますよ。もうイベントにどこ行っても負けちゃっぱいかんですかって言った。本当に大変な時期もありましたけれども、やっぱりあの時売れんでやめようかなっていう気持ちも皆さんなかったもんですから、それを通り過ぎて頑張ってきたで、今あるんじゃないかと思います。手作りとやっぱりあれですね、添加物も入ってないし、無添加ですし、本当に自然、トマトの味ってことですね。トマトを本当に煮詰めたような感じで、あのケチャップを習う時期に、あのやっぱ昔生活改善普及センターっていうあれがあったんですよ、県の方で。その方の先生たちに指導したんですね。していただいて味を見ながらやってって、まあ、6年ほどかかりましたけど、この味になるまでね。味噌なんかでもね、やっぱりそこら中にありますので、本当に味噌販売と漬物販売で本当に変わったことで変わった商品にしなければなかなか売れないと思いますね。後継者もなくなるんでないかな、ね、後継者なかなか百姓だけで食べていけないってことは。こういう株式会社になれば、あの次の人っていると思うんですけど、そうそう、たらでるでね、農家さんって家族経営が多いですよね。そうするとやっぱり子供が継がないと、でやっぱり田んぼも荒れたりしてね、なかなか年寄りだってできないしってことになると、本当に食べる程度ならいいっていう感じやもん ね。企画外でやってるもんですから、捨てるはもったいない。それで私たちは観光したっていうことですので、じゃあやっぱりもともとそういう余剰品とか規格外のものを使って加工しようって発想だったんですよね。したらこんな大ヒット商品が出るっていうのはすごい。そうですね、やっぱり皆さんにとことこ送っていただいたりして、ご贈答品に使っていただいて味見していただいて、またそこから広がってきますね。朝早くから1日2000本ぐらい作ることになる。2000本最盛期には、最盛期それでも売れてしまうんです。そうですね。はい、今の時期7から今の時期に1年分のトマトを仕入れますので、で朝4時からまあ作って、なおかつそれ以外のトマトみんな冷凍保存しております。はい、それで1年間持たせる。そうです。1年間持たせるために。なるほどね。味はほとんど変わらないので、冷凍も。それはいろいろこうしました。冷凍いろいろやってみましたけど。今の方が一番いいですね。女性ばかりっていうのがあれですよね。特徴あんまりないかもしれないですね。前働いてて結婚辞めて結婚して、で子育てをちょっとやってって感じですね。もう幼稚園終わった頃からって感じですね。テレビに行ったんですね。あ、テレビの関係で高島さんとかそちらの方からお見えになりました。あ、そうですか。私たちは栄養満はないです栄養満はないです。あ、そうか